つも動画を見ていただきありがとうございます。54歳パーソナルトレーナーの浜ちゃんぷです。私のパーソナルトレーナートレーニングでは、45歳以上超えた中高年を特に対象としたターゲット層としてトレーニングを3分ほどでできるショートバージョンのトレーニングを紹介しています。これまでにもたくさん短いバージョンのトレーニング内容を YouTube に上げていますので、またチャンネル登録をしていただいて見ていただければと思います。さて今回は体幹のトレーニングと体軸がぶれないようなバランストレーニングをしたいと思います。まずどちらでも結構ですね、結構ですので片足を上げます。でこれで体の軸がぶれないようにまず10秒ほど保持します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、横の面で言うとこういう形ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、左右1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、左右ね、どちらか苦手な方向があるかもしれませんけれども、左右差がないように、均等にやってみてください。まず10秒片足立ちができることがまず大前提となります。次にこれができたら股関節をくるくる回してみましょう。できるだけ体幹ね、体軸がぶれないように5回ほど回します。でできたら反対方向にも回してみます。はい、ポイントはお腹周りに意識して力を入れること、そして足の側転、足の裏が非常にポイントです。足の裏をしっかりとこう掴む感じです。床をしっかり掴んで感覚を入れていくことですね。でこの軸がぶれないようにまっすぐの状態で股関節を曲げます。回します。5回以上軸がぶれないことが重要です。はい、これが余裕でできてきたら次は股関節を外転アブダクション外転方向に行きます。これも5回ほど、ね、左右交互にやっていただいても大丈夫です。5回ほど。はい、次に前筋を鍛えるために伸展を入れます。股関節伸展こういう感じで、はい、反対側もこういう感じで伸展を入れます。お尻に電筋、お尻の筋肉を意識してやってみます。はい、まずはこういう、トレーニングから、体の軸を作ることを意識してみてください。これだけでも結構です。でこの時にブレる方はかなり体幹が弱いと考えられます。で、だんだん年を取ってくると、バランスが悪くなることがあるんですけれども、片足立ちが非常にブレて、10秒もできないという方はもうかなり老化が始まっていると考えてもらってもいいと思います。まずは10秒しっかりとブレないで止まる練習から始めてみてください。これをすることによって、片足立ちバランスがすごく安定してきます。これはね、バランスというよりも体幹で固めるという力と側転からの刺激が非常に、重要になってきます。で、この状態をまずキープすること、そのためにはお腹周りにちょっと力を入れる練習も有効だと思います。例えば足を上げた時にグッと手で、この足の抵抗に対して、手で押さえてみます。そうすることでお腹に腹圧が上がってきますので、ここで頑張ってみる。そうすると、全体の体幹の筋緊張が高まってきますので、ここにブレずにかつ、能力がまた、出てくると思います。発達してくると思います。これも年いってもブレなくなってきますのでね。で股関節が柔らかければこういう感じで止まれるかもしれません。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こんな感じですね。はい、皆さんトレーニングで、いつまでもね若々しく元気で、この人生100歳時代を、乗り切っていきましょう。それではありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。